ボンジュール。皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校アンサンブランフランセ講師のやすこです。今日も皆さんにとても役に立つフランス語の表現をご紹介いたします。イライラする！というとき、フランス語では自分をある動物に例えて言います。さて、その動物とは何でしょう？正解は、Je suis un hérisson. Je suis un hérisson. Je suis un hérisson. 直訳すると、私はハリネズミだ。ハリネズミのようにトゲトゲしている様子が、いかにもイライラしているという感じですね。イライラしてるとき、私はハリネズミだ。ぜひ使ってみましょう。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。それでは、アビアトー。